常ね寺は、愛知県犬山市大畑犬山畑西古県にある、浄土州西山全林寺派の寺院。3号は、日輪山。鎌倉時代中期の昭和4年に、解散承人である上昇東安承人が、新州全光寺に7日七夜の賛同祈願し、美衆県、山号運営の地の富を強化せよとの告げを受け、創建。3号並び二次号である、日輪山ん常ま寺は、 海祖東安商人の日輪、常に見て世に由来する。2018年2月1日、火災により国の登録有形文化財に登録されていた本堂などを消失した。現在、本堂搭再建中である。江戸時代初頭の慶長元年に付近の不豪であった、神戸長蔵の一寄信により混流されたもの。教法14年には屋根吹き替えがなされ。 文化13年にも修理を行っている。国の登録有形文化財に2007年12月5日、登録2018年8月27日抹消。現在、本堂再建中である。江戸時代初期の建築で、寛永年間に犬山城下の魚山地にから名繰町に移築され、その後元禄3年に移築されたもの。 国の登録有形文化財に2007年12月5日、登録2018年8月27日抹消。明治時代に建立されたもの。国の登録有形文化財に2007年12月5日、登録2018年8月27日抹消。完成8年に建築されたことが、鬼瓦の瓦名から知られる。 国の登録有形文化財に2007年12月5日登録。江戸時代中期に建立されたもの。国の登録有形文化財に2007年12月5日登録。2018年8月27日抹消。明治時代中期に建立されたもの。国の登録有形文化財に2007年12月5日登録。2018年8月27日抹消。 江戸中期の建築で国宝である犬山城の松の丸浦門を明治10年に移築したもの。薬員門形式の三門で国の登録有形文化財に2007年12月5日登録。現在国立大学法人名古屋工業大学の協力の元文化財研究の一環として実測による図面制作が行われている。境内には厚田神宮の タロ庵アン椿に由来し、美州の豪商であった、高田タロ庵アンから譲り受けた、関戸タロ庵アンと、中部椿の代表的品種である、常万まの原木がある。ありがとうございます。